はい、都の城オステオパシー治療院の海老原孝弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回は風邪の早い治し方と風邪の時の食事の取り方というお話をさせていただきたいと思います。で、風邪を早く治したいと思った時に、とにかく栄養をつけないといけないから、何でもいいから食べられるものをできるだけ普段の食事通りにね、食べようとしていませんか？で、これってね、実はとんでもない間違いで、こういった行動は体に負担をかけて風邪を長引かせてしまっているんですね。で、風邪って早く治したい時ってあると思うんですよ。例えばね、仕事が忙しくて風邪で休んでる暇がないとか、まあ、受験前の学生さんとかであれば、風邪でね、風邪を早く治さないと、もう明日受験だから早く治さないといけないとか、大切な有給をね、風邪で失いたくないとか、まあ、お仕事をしていれば大切な有給をね、風邪で失いたくないとか、まあ、理由は様々ですけども、いざという時のために知っておくととても重宝する情報なんです。ですから、ぜひこの動画を最後までご覧になって、風邪をひいた時に早く治すための正しい食事法を知っておいてください。で、先に断っておきますが、この方法はですね、私が食事とか消化、免疫力とか様々な疾患を調べた上で行っている方法ですので、必ず自己責任で行うようにお願いします。で、またお子さんやご高齢の方の場合には無理をしないようにしてください。で、あくまでも体力のある方が早く治すための方法のご提案ということになります。まあ、この点に注意して、実施してください。この動画をご覧いただくことで、風邪の早い治し方と食事の取り方が分かります。これは理学療法士とファスティングマイスターとしての知識と経験から話す内容になります。このチャンネルでは、健康、美容、ダイエットに必要な食事や生活習慣の情報を聞き流しても理解しやすい内容で毎日お伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまずチャンネル登録をお願いします。ということで、今回は風邪の早い治し方と食事というところに焦点を当ててお伝えしたいと思います。で、風邪の時にはね、多くの方はとにかく病院を受診して薬をできるだけ早く飲んで、そして栄養をつけるためになんとか食べ物をね、口に入れる、できるだけ普段の食事くらい無理してでも食べるみたいな方法をされている方がいらっしゃると思うんですけども、これは逆効果になる場合があります。ですが、私もね、最初は知識がなかったですので、風邪の時にはまず受診、そして薬を飲む、そして好きなものを好きなだけ食べるということを繰り返していました。まあ、学生時代とか思い浮かべてみるとね、私は結構その高校生の時とかはケンタッキーが好きだったので、ケンタッキーでね、ご飯食べてたんですよ、風邪の時にね。風邪の時にはね、もう好きなものを食べさせてあげるから、好きなもの言いなさいって言うから、じゃあケンタッキー食べたいって言ってケンタッキー買ってきてもらって、まあそのご飯と一緒に食べていたんですよ。なかなかね、ケンタッキーでご飯と食べる方いらっしゃらないんですけども、私はね、食べれるんです。まあ、かなり余談なんですけども、まあ私もね、そんなして、結構悪い食事時代があったんですよ。で、理学療法士として、まあ、医療従事者として働くようになって、そしてファスティングマイスターとしてね、様々な知識をつけた今となっては、全くね、過去にはその早く治すことの逆のことをしていたんだなって、とても反省しましたね。で、この方法は人体の理論から考えると全く反対のことをしていて、間違いが2つあるんですね。で、まず1つ目の間違いは、風邪といえばとにかく早く、薬を飲むことっていうことです。ですが、これは前回の動画で詳しくお伝えしていますので、この動画をですね、最後までご覧いただいた後で、私の前回の動画、風邪の早い治し方と薬の付き合い方についての動画を下の説明欄からご覧になってください。で、今回の話のメインはもう一つの間違いの話です。で、もう一つの間違いというのは食事ですね。で、結構多くの方が風邪をひいたら栄養をつけないといけないから、栄養のつく食べ物を、まあ、たくさん食べないといけないというふうに言って、食欲がないのに食べられるものであれば、まあ、何でも好きなだけ食べる方がいらっしゃいます。そして追い打ちをかけるように栄養ドリンクを飲むって方が多いんですね。こんな光景は結構多くの方で見られると思います。多くの家庭でね、やっぱやってしまっていると思うんですよ。ですが、これはもう全て間違いなんですね。で、風邪をひいた時には多くの方が食欲がなくなります。では、なぜ食欲がなくなってしまうのか、考えたことってあるでしょうか？で、もしね、考えたことがない方はぜひ考えてみてください。なんで食欲ってなくなると思いますか？で、風邪をひいた時に熱が上がるのは、ウイルスを早くやっつけるためなんですね。で、咳が出たりとか、鼻水とか、嘔吐したりとか、下してしまうというのは、こういった症状が現れるのは、ウイルスを早く体の外に出すため、ウイルスを早く減らすための体の反応なんですね。で、このように人間の体の反応というのはちゃんと意味があるんです。では、なぜ食欲はなくなるんでしょうか？その答えは、風邪をひいた時には食べない方が免疫力が高まって、ウイルスをやっつけやすくなり、早く治せるからなんですね。で、自然の動物を見ていただくと分かると思いますが、自分で食べ物を見つけてね、捕獲して食べないと生きていられない生存競争の世界にある動物でさえも、体調が悪い時に
には食事を食べないようにしているんです。これは動物はですね、本能的に食べない方が早く治せるということが分かっているからであり、それが分かっていないのは人間だけなんですね。ですから風邪の時には食べない方が、もともと動物生き物っていうのはね、食べない方がいいんです。ではなぜ食べない方が早く治るんでしょうか。でそれはですね、体内の酵素の働きに関係しています。で私たちの体には食べ物を消化するために必要な消化酵素と、生命維持に必要な活動をする代謝酵素という2つの酵素があります。でこの2つのうち消化の働きっていうのはご存知ですよね。消化というのは食べ物を溶かして吸収しやすい形にして体内へ吸収して体を作るために使う栄養を取り込む働きです。でこの時ですね、消化酵素は食べ物を消化しやすいようにする働きがあって、唾液とか胃とか腸とか膵臓などそれぞれの消化器からこの消化酵素が分泌されます。でそれに対して代謝というのは、消化によって吸収した栄養素をエネルギーとか生命を維持するために必要な物質変える働きをしたりとか、生命活動に関わる働きをします。でエネルギー源を作り出したり、栄養素から体を作ったり、呼吸や運動に欠かせない働きをしたりとか、古くなった細胞を作り変えることで老化を防いだり、毒素を解毒したり、免疫力を高めたり、自然治癒力を上げるなどの働きもあるんです。で酵素というのは消化酵素と代謝酵素に分かれていますが、もともとは同じ潜在酵素という酵素なんですね。ですから食べ過ぎてしまうことで消化酵素を使いすぎてしまうと、代謝酵素の方が足りなくなってしまいます。そうすると生命活動に重要な働きである代謝が行えなくなってしまいますので、例えばね、老廃物が溜まりやすくなったりとか、免疫力の低下、便秘や肥満、生活習慣病、アレルギーなど、いろんな不調の原因になってしまうんです。ですから、食べ過ぎるとそれだけ大量の消化酵素を使うことになってしまいますので、代謝があまり行えなくなってしまい、体はどんどんと不健康になってしまって、不調が多くなってしまうんです。ですから風邪以外の時にもね、食べ過ぎないことで非常に大事なことなんですね。だからつまり風邪の時に早く治すためには、できるだけ代謝酵素に働いてもらう必要がありますが、そのために消化酵素をできるだけ使わないようにしたいんです。ですからそんな時に消化が難しくて腸内バランスを崩してしまうお肉とか卵とかいうものはもちろん不向きですし、栄養ドリンクなんかはね、添加物の塊ですので、腸内細菌や肝臓や腎臓にとても負担をかけてしまいます。じゃあ風邪の時にはね、何も食べないのが一番いいのかっていうふうに話になるんですけども、それはまた間違いなんですね。で先ほどお伝えした食べない方がいいというのは、固形物、消化酵素をたくさん使ってしまうような食事のことですので、消化にいい食事であれば消化酵素をそれほど使わないですので、ちゃんと取ることができるんです。でまた全く食べ物を取らないと血糖値が下がり続けてしまいますので、低血糖による眠気とかふらつきとかが出てしまいます。まあ風邪の時にはね、できるだけ寝た方がいいですので、眠気はまあいいとしても、発熱でただでさえふらついてしまうのに、さらに低血糖によってふらつきが増すと、まあ、危険ですよね。でまた食事を全く取らずに低血糖状態では、筋肉や骨などのタンパク質をエネルギーに変換して生命維持に使われますので、基本的に良くないんですね。では消化にいい食事というのは何なのかですが、それは柔らかい食事とか酵素を補給できる生の食品、あるいは発酵食品になります。でなぜこれらの食品がいいのかをご説明しますが、これらの食品を選ぶ際には無農薬であり添加物不使用であることがまず重要な点になります。で農薬や食品添加物は腸内細菌層を壊したり、腸内細菌のバランスを悪化させてしまいます。そうすると免疫力が低下してしまいますので、まあ、この農薬とか、ね、食品添加物には注意する必要があります。で、それらの点に注意した上での話ですが、まず柔らかい食事ですね。柔らかい食事は固形物ほど消化に力を使いませんので、風邪の時には昔から使われている方法ですね。で、おすすめなのはお粥とか味噌汁です。で味噌汁は、ね、発酵食品でもありますので、なおいいんですね。で、また生の果物も消化を助ける働きをする消化酵素を取り入れることができますので、風邪の時にはおすすめになります。で発酵食品はですね、発酵する時に微生物の働きである程度消化されていますので、消化酵素を無駄遣いせず吸収しやすい形になっているんですね。で発酵食品で特におすすめなのは、先ほどご紹介した味噌もそうですけれども、他にですね、甘酒も柔らかくて発酵食品ですのでいいですね。ただ甘酒の場合にはね、血糖値が上がりやすく反動で下がりすぎてしまう危険性がありますので、まあ、一気にねコップ1杯とか飲むんではなくて、1時間おきとか2時間おきとかにね、少しずつこまめに取る方法がおすすめになります。ですがこれらの食品よりもはるかに優秀な食品があるんです。でこれまでご紹介した食品も消化酵素を無駄遣いしないという点では優秀なんですけども、ビタミンとかミネラルが少なかったり、糖質が高すぎたり、
まあ、少し消化が難しかったりとか、風邪で食欲がない時には食べにくいものもありますよね。ですからベターな食品ということになります。じゃあ理想の食品、ベストな風邪の時にベストな食品は何かというと、選び方が3つあるんです。でその1つ目は液体であること、2つ目は栄養素が十分に含まれていること、そして3つ目は十分に発酵させてあり、微生物の力でギリギリまで分解してあるものであることですね。でまずは1つ目の液体であることですけども、風邪の際には飲み込みづらい場合は、食欲がなくて、まあ、固形物のものはね取りづらい場合が多いですけども、液体であれば水分補給と同時に簡単に摂取することができますよね。そして次に栄養素が十分であることです。でまず活動するために必要なエネルギーはまず絶対的に必要ですよね。でそして免疫力を高めてバランスを取るためのビタミンとかミネラルが豊富に含まれていることが理想的です。で最後に十分に発酵させているものなんですけども、栄養素を体に負担なく最もスムーズに吸収させるには1年以上の熟成発酵期間が必要になります。ですから1年以上発酵させた飲み物が最も適切になるんですね。そんな食品あるのっていうふうに考えてしまう方ももちろんいらっしゃると思います。でもそれがあるんです。ではそんな理想の食品、私がおすすめする発酵飲料が何かというと、このマナ酵素になります。このマナ酵素はですね、酵素ドリンクなんですけども、これってね、もともとファスティング専用の酵素ドリンクなんですよ。で、このマナ酵素は無農薬の野菜とか果物、野草などを1年2ヶ月の熟成発酵期間によって完全に栄養素を分解した飲み物で、1日の活動に必要なエネルギーとかビタミンとかミネラルを含んでいます。でもちろん農薬は使ってないですし、食品添加物も不使用ですので、風邪の際にはね、消化酵素を最も無駄遣いすることがなくて、しかも50種類の乳酸菌が入っていますので、善玉菌を増やして悪玉菌を減らすことで腸内環境を改善して免疫力を高めてウイルスをやっつけやすくしてくれます。ですからこのマナ酵素はファスティング専用ドリンクではあるんですけども、風邪の時に飲むことにも最も適しているんですね。なので私も風邪がひいて食欲がない時にはこのマナ酵素だけを飲むようにしています。ただ注意点があって、酵素ドリンクがね、何でも風邪に最適ではないので気をつけていただきたいと思います。で私がさっきお伝えしたように、無農薬かつ無添加で1日の活動に必要なエネルギーとビタミン、ミネラルを配合していること、そして1年以上の熟成発酵期間を置いていることが最低限の選び方になります。でしかもこのマナ酵素はですね、結構その消費期限が長いんですよ。まあ結構普通にその1年以上ありますので、まあ備蓄品としても最適なんですね。であなたやあなたの大事な方がですね、風邪などの感染症にかかってしまった時のために、感染症にかかってしまった時、まあその時にね、そのできるだけ早く治したいっていう時が来るかもしれない、そんな時のために1本購入しておくと、まあ1年の間にね、1回は誰かが使う機会ってあるじゃないんでしょうか。でしかもね、その健康に過ごすことができたとして、このマナ酵素を使う機会がなかったとして、まあ消費期限が近づいてきたとしても、これはもともとファスティングをするためのドリンクですので、その時にはね、ファスティングをするために使っちゃえばいいんですよ。ですから備蓄として買っておいても絶対に無駄にはなりませんので、とてもおすすめのものになります。でもしマナ酵素にご興味のある方は、下の説明欄に販売元の会社の、ホームページのリンクを貼り付けておきますので、まあ、そちらからご覧になってください。まあただそこまでしなくても、ちょっと風邪がね長引く程度だったら構わないからとか、まあ少し体に悪いくらいならもう構わないから適当に食べようかなっていう方もいらっしゃると思います。ですので、どの程度の速さでですね、どのくらい健康に気をつけて風邪を治したいかはあなたの自由ですので、まあ後悔がないようにですね、自分なりの選び方をしていただきたいと思います。ということで今回は風邪をできるだけ早く治すための食事の取り方についてお伝えさせていただきました。で今回ご紹介した方法をはじめとして、私はこのチャンネルでご紹介する方法はあなただけではなくて、あなたの大切な方を助けることになる大事な情報ですので、見ただけで終わらずに必ず実践してですね、そしてあなたの大切な方にも教えて、一緒に健康になるように努力しましょう。もし私の治療院とかファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクがありますので、そちらからホームページをご覧ください。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、見ただけで終わらず実践するために、どのように実践したいとか、実践した感想など、ぜひ今の気持ちをコメントに残しておいてください。また LINE アートでは動画の更新情報を毎日お届けしているほか、ご相談やご質問などの無料相談、あるいはこのような動画が欲しいなというようなご要望なども受け付けておりますので、ぜひご登録ください。あとはですね、下のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。最新動画のお見逃しがないように、こちらのチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。